はい、皆さん毎度毎度、はい、CB200X ね、ハンドルがね、ちょっと前気味で低いんだよね。だからセットバックスペーサー、なんつうのこれ、ハンドルの交代させるやつね、これ CB650R 用なんだけどね、ネジの径は同じだけど、ネジとネジの距離が40ミリだからね、まあ、それ見て買ったらぴったりくっついたんだよ。で、まあ、つけたら普通だよ、普通のトレールになったって感じ、前のめり感がなくなったっていうの。正丸峠も下ってる時なんか、なんかもう前のめり感でね、ハンドルをさ常に押してるじゃないけど、覆いかぶさってなんかこう運転してるってので、疲れて疲れてね、だからハンドルをさ人差し指と親指でちょんとつまんで持つっていうの、わざと体がね、あの後ろに楽な位置になるように、ストッチかなり楽だったんだよね。アクセルもさ人差し指と親指2本指でずっと軽く回してたんだよね。で、まあこのほら何ミリ上に上がったんだか知んないけど、この商品つけたら、いや普通になったね、まあ楽になった。肘が曲がるっていうの、体がまっすぐ上になって肘が曲がる、これ人のさ体型によるけどね。あと前に覆いかぶさるんだけど、覆いかぶさった時にハンドル幅が普通のロードモデルより若干広いじゃない。それもなんかね、こう押さえが効かなくて疲れるっていうの、ブレーキかけた時とか。やっぱね、おじさんにはね、こういうトレール系の直立で、で肘がちょっと曲がるぐらいで肩の力が抜けるっつの、そんでもって自然にハンドルに手がいく。これもちろん体型があるからね、自分は171センチだけどね、かなり楽になったっていうか、普通になったって感じ。昔乗ってたトレールバイク見たくなったっていう感じだね。違和感はなくなったよね。あれだ、ノーマルの設定だとさ、どうしても前かがみじゃない、あれ前かがみね、パワーのある車だったら体がほら後ろに持ってかれるとき肘がね伸びてる方が楽っていうような気がするけどね。あのこのライニング姿勢でなんか前かがみで疲れるなと思ったら、これうちと同じね CB650R 用っていうのをこれつけてみると面白いかもしれないね。ハンドルが2センチぐらい上上がるのかな、でまたハンドルが2センチぐらい後ろに下がるのかな、だいぶ楽になるよ。あとワイヤー類もとりあえずノーマルのままポン付けしたんだけど、ちょっと経過観察してる。とりあえずあまり不具合感じないんだけど、もう経過観察しかないからね。 できればあのブレーキとクラッチを内側に入れて、アクセルとかグリップも1回あの内側に少し1センチか2センチ入れて、握る部分をあの狭くするっていうの、ハンドル幅そのままで。その時問題なのがウインカー付きのハンドルカバーだよね。あれが、まあ、どこまであの今のまま広げることが、広げてほらクラッチレバーでもブレーキレバーでも内側に入れられるかね。あとめんどくせえのはさ、ウインカーとかのスイッチボックスさ、あれ出っ張りが出て穴開いてんだよね、ハンドルにね。昔あんなのさ、スイッチボックスのさ出っ張り削ってどこでもつけられるようにしちゃったけど、どうしようかなと思うね。ハンドルに穴開けてちょっとね内側に滑らせる、まあそれも考えなきゃダメだなと思ってるけど、まあそれはおいおいね。あと GoPro さ、ISO 夜間はさ1600円にすると画像が汚いからさ、800とか、これ今400でずっと撮ってたんだよね ISO、 なんか400ぐらいの方がいいかなと思ってきたよ最近。暗いとこはまあ暗くていいと、なんでもってね、明るければ400でも十分さ、あのガソリンスタンドでも何でも明るく撮れるからね。こんな住宅街は暗いからね、こういう時はもう補助灯つけりゃいいんであって、で無理に1600とかにして画像を荒くする必要ねえかなってね最近思ってるね。はい、お疲れ様でした。